今紹介にいただきました辻井と申します。産総研の中に人工知能研究センターというのがこの5月にできたんですが、そのセンター長になってます。それまではマイクロソフトに4年間ほどいたんですが、そのもう一つ前は東京大学だとかマンチェスター大学にいまして、高木先生はじめバイオの方々ともいろんな意味で協力させてもらっていました。で、今日の話なんですが、まず前半のところで人工知能研究センターの紹介を少しさせていただいて、その後、データサイエンス、人工知能、生命科学に関して、どういうことが考えられるかとか、今何に興味を持っているかっていうのを少しお話ししようと思います。まずセンターの紹介から始めたいんですが、自然知能と親和性の高い人工知能ってちょっと硬いんですけど、キャッチフレーズとしては、人間にこう寄り添うような人工知能を作っていきましょうと。だから、よく今人工知能に対してある種ネガティブな印象も非常に強くあるわけですよね。で、実はそういうもんではなくて、人工知能っていうのは、人間の知的な能力っていうのをエンハンスするような、そういう形の、道具として使っていきたい。で、そういう意味では人間にこう寄り添って人間を助けてくれるような、人工知能を作っていきたいというのがセンターの、一つの方向になってます。で、それでここに示したのが、ロゴマークなんですが、3つの、テーマを立てて、研究を進めてます。で、1つは、AI クラウド、人工知能をやるための、いろんな意味での、データの集積だとかソフトウェアの集積というのを、センターとしてやっていきましょうというのと、脳情報機能からインスパイアされた、ブレインインスパイアドコンピテーションって言うんですけど、そういう形の、AI をやっていきましょう。それからもう一つは、今日のテーマと非常に密接に関係するんですが、データっていうのと、人間の持ってる知識っていうのをこううまく融合していくことで、科学的なチャレンジをしていきましょうというのが我々の、一つの方向性になってます。まず人工知能というのは最近いろんなところで目にされてると思うんですが、そういう、こう一般知識に関する、クイズの番組で、人間のトップクラスの人と、対等な勝負ができる、あるいは勝つっていうようなシステムができましたとか、あるいはコンピューター将棋で、プロの棋士と、ほぼ対等の勝負ができるとか、あるいは東大入試に合格するようなシステムを作りましょうとか、あるいは現場っていうんですかね、ある状況の中に埋め込まれた中で、人間とこういろんな会話をするような、必ずしも完全なものができているとはとても思えませんが、そういう方向性の研究も出てきました。それからもう一つは、先ほどのブレインコンインスパイアドコンピテーションという話ですけど、計算原理を今の計算機の、基本的なフォン・ノイマン型の計算機から神経網ということに移してあげることで、計算原理を変えることで、飛躍的なある種の分野に関しては進歩があったと。よく最近いろんなところで目にされておられるかもしれませんが、深層学習という技術が出てきた。それから脳科学そのものが、進展してきましたから、人工知能に対する自然知能に、の解明というのも進んできた。そういうのが今の人工知能の一つの、ブームの火付け役になっているかと思います。この一連の仕事っていうのはある意味で人間っていうのを知能のモデルだっていうふうに考えて、できるだけ人間に近づいていきましょう。人間がやって知能的と思われるような、仕事を計算機にやらせていきましょう。そういう意味では、人間に迫る人工知能って言ってもいいと思うんですが、ただ今の人工知能に対する期待の、源っていうのは、今のような人工知能いろんな話題性の高い話と、もう一つは明日だと思うんですが、北川先生が話されると思うんですけど、
ビッグデータとかデータサイエンスからの人工知能というのもあるわけですよね。でそれはどういうことかというと、非常にたくさんのデータが溜まり始めているというわけですね。で人間というのは必ずしもそういう膨大なデータの中からある種の規則性を読み取っていくとか、データの中に潜む、モデルをうまくエクスプリストに作ってあげるっていうのは得意じゃないわけですよね。だからむしろ計算機の持ってる、記憶容量だとか計算能力だとか数理的なモデリングっていうことで、人間の不得意な部分を、計算機が受け持つっていうそういうタイプの、流れが非常に強く出てるわけですね。である意味では従来の人工知能っていう意味とはちょっと別に、こういう機械学習ですとか、大規模グラフのマイニングですとか、あるいは GPU スパコンの話、それからオプティミゼーションの技術、まあ、先ほど言った深層学習っていうのは、人工知能の研究をしてますよっていうグループからとはちょっとずれたところで、まあ、計算科学の大きな、技術的進展があって、それがそういう大きなデータからの規則性をうまく読み解くっていう技術につながっていったわけですね。でそれがもう一つの流れとしてあるかと思います。でそういう意味では、人間にできるだけ迫っていこうという人工知能と、それから人間が苦手としているような膨大なデータをうまくスキムして、そこから僕らに役に立つような規則性を出していきましょう、まあ、ある意味で人間を超えたような、知能というのをうまく融合していきましょうというのが、今の、まあ、我々の問題意識になります。で、そういう意味では大きなデータから何かを処理するという人工知能というのは、まあ、ある種不気味な部分があるわけですね。非常にブラックボックスになっていて、なんかある種の大きなデータをスキムした結果こうですよというふうに人間にポンと出してくるというイメージが非常に強いんですが、そういう形の人工知能というのは確かに、自動運転の問題だとかいろんな意味で、使われ出してはいるんですが、比較的アプリケーションが限定されてしまう。むしろなぜそうなのかっていうのを人間にある程度説明できる、あるいは人間とやり取りしながら、対象を分析していくっていうのが、実は今求められてるっていうふうに思ってます。でもそういう意味では、非常にキャッチフレーズで、極端な言い方ですけど、機械、まあ、コンピューターですねはデータで考えると。で人間っていうのは、今までの人類社会なり科学者が作ってきた膨大な知識の体系というのを、我々は引き継いできてまして、それでもって世界を認識していこうとしているわけですよね。でそういう意味ではその2つの、知能を融合させてあげましょうというのが、我々の目的になっています。でそれで組織の形態なんですけど、まあ、そういう意味では今の人工知能 の話というのは先ほどのオープンデータ、オープンサイエンスの話がありましたけど、データが非常に集まってきてるんですね。でそのデータを本当にうまく使いたい。でデータっていうのはそのまま放っておくと、パッシブな存在ですから何も価値を生み出さないわけですよね。でそこから価値を生み出したいっていうのが、一つの、動機になってます。まあデータの集積っていうのがあるわけですよね。それからもう一つは今いくつか紹介しましたようにある種の技術の成熟がある、あるいはある種のブレイクスルーがあって、大きなデータを計算機の中で何かするっていうシーズが整ってきたっていうことだと思うんですが、それに加えて、オープンサイエンスもそうですけど、そういうデータをうまく使って何か複雑な問題を解いていきたいっていう、シーズも非常に多く出てきたっていう、まあそういう意味ではデータシーズニーズっていうのが揃ってきて、今 AI っていうので何か挑戦的な問題が解けるんじゃないかっていうことだと思います。で、ただ今の技術の開発の現状を見るとどうしてもアメリカに集中しているっていう感があります。で、それはどうしてかっていうと、まあ GMFA って書いてますけど、アメリカの巨大 IT 産業というのは、自分たちの中に
データを持ってたわけですよね。だからウェブのデータをクローリングして全て集めてくるというデータを非常にたくさん持っていて、あるいは誰が誰を知ってるかというソーシャルネットワークの情報を非常にたくさん持ってるとか、購買記録を大量に持ってるという企業があったわけですよね。で、巨大な IT 産業というのはそういうデータを内部に持ってますし、それからお金があって技術者も山ほどいるわけですよね。研究者もいる。で、しかもそういうデータを価値化したいというニーズも非常に強く持ってるわけですよね。で、そういう意味ではその3つが一つの企業の中に集積していたわけですね。だ、そういう意味では今の AI の技術を非常に開発しやすい環境にあったということが言えると思います。で、ただ日本あるいはヨーロッパもそうですが、そういう環境はないわけですね。だ、アメリカと同じようなことをやろうと思ってもできないというのが基本的にはあります。で、それをこううまく集積してくるというのが我々のセンターの一つの役割だろうというふうに考えています。で、それは必ずしも AI の流れからするとそんなに悪い話ではないと思っています。つまりインターネットの中にあるデータがデータの全てかっていうとそうではなくなってきていて、あらゆるところにデータがあるわけですよね。今はだから医療もそうですし、オープンサイエンスもそうですが、インターネット以外のところで非常に大きなデータがたまり出してきていて、それをうまく使いたいっていう欲求はあります。で、そういう意味では一つのところにその3つが揃っていたという状況はなくなってきて、いろいろ飛んでる部分でステークホルダーと技術を持ってる部分とデータを持ってる部分がうまく協力して問題を解いていくっていう体制を作らないとダメ。で、そういう意味では、オープンイノベーションっていうのは比較的我々のモデルにきっちり合うような話になってまして、コミュニティとしてあるいはソサエティとして何か AI 技術を使っていくっていう、そういうことになってるんだと思います。で、まあこれはまああまり説明しても仕方がないと思うんですが、大学の先生とか、まあ、我々の研究グループもあるんですが、そういうシーズを持ってる人たちをうまくセンターに集めてくるっていう話と、それを使いたい、具体的には生命科学者だとか企業の方だとか創薬をやってる人だとか、そういうこう使いたいという人もいるわけですよね。で、それをセンターの中にデータだとかあるいはプラットフォームだとかソフトウェアを集積していくことで、そういうシーズを、ソフトウェアとして集積していって、それを組み合わせていくことで具体的な問題を解いていく。で、そこのハブ機能として我々のセンターを作っていきましょうというわけです。で、そういう意味では、大学研究機関に散在した研究者を集積していくということと、そういうステークホルダーっていうんですか、産業界あるいは科学界の人たちと、共同しながら、実際にデータとか知識っていうのを使い出すと AI 技術だけではなくて、生命科学をやろうと思うと生命科学の専門家と緊密に議論していかないとダメなわけですよね。そういうステークホルダーとの協力をうまく組み上げていきましょうというわけです。で、そういう意味で今だいたい40人から50人の大学の先生に客員になってもらってます。まあ我々 のセンターの中にも、30人、まあこれから増やしていくんですが、研究者はいるわけですが、まあ日本の中で AI のいろんな分野の、力の強い人たちをうまく集めていくっていうのと、まあ海外のいろんなグループと協力していくっていうのと、それからまあアプリケーションとしては AI for Human Life、まあヘルスケアだとかウェルフェアみたいなものが一つなんですが、もう一つは AI for Big Science というのもあるだろうというふうに考えています。ただバイオだとか生命だとかマテリアルサイエンスだとかエコロジーに関する科学っていうのはデータもありますし、先ほどの話のようにオープンアクセスの論文も非常に大量に使えるようになってきているっていうので、そういうビッグサイエンスも AI のアプリケーションフィールドとしては非常にいい分野だろうというふうに考えて、まあそういう知的ロボットというマニファクチャリングエンジニアリングというのも一つあるんですが、そういう3つの柱の一つとしてビッグサイエンスをやっていこうというふうに考えています。で、それでまあ
データサイエンス、人工知能、生命科学という話を少しお話ししたいと思うんですが、一つはデータサイエンスの流れというのは非常に強力な話としてあったわけですよね。でそれはどういうことかというと、何かこう研究の対象になるような社会現象なり自然現象があると、そこから大きなデータをどんどん取っていって、でそれにデータアナリティックをかけてビジュアライズしてあげると何か規則性が読み取れる。つまりデータをうまく整理してあげると、人間がそれを見て、解釈して新しい、科学的知見に結びつけていくっていうのが、まあ、データサイエンスの基本的な流れだと思うんですね。でそれが人工知能に変わったことで、図式は非常によく似てるんですが、ここの、作られてくるモデルっていうのが、人間が見るんじゃなくて計算機のコンピテーショナルなモデルができるわけですよね、計算機の内部で。だから人間の、今までやってきたデータを解釈するとか、あるいはデータからある種のプレディクションをしていくとか、それからデータを説明していくような機能も、計算機にかなり置き換わってくる。あるいはそういうプレディクションができるとか分類ができるということは、世界をそれに従ってマニピュレートできるということになりますから、積極的に世界をそれでコントロールしていくと、合目的的に、つまり自分たちの目的に合うように世界を変えていくと。まあ、というと大げさですけど、自動運転ってのはまさにそうで、なんかここにぶつかるやつがあるとハンドルを切るとかということをやるわけですよね。だから世界をセンスしてデータからモデルがうまくできると、それを使って合目的的な行動が取れるという形になります。でこれがまあ自律的な AI という、ある意味でオートノマスな系としての AI なんですが、実際にはそれだけで済む話では僕らはないと思っていて、データサイエンスと AI の間のような感じ、つまり人間が解釈しながら、データを読み解いていくっていうプロセスも、同時にこの中に入っていくでしょう。いうので、先ほど申し上げたように、なんか人間知能と、計算機をもうちょっと近づけたようなものをやっていきたい。まあそういう意味ではセンターとしては、いろんな分野の、人たちと、まあ協力関係を結んでいくっていう意味で、バイオの部分に関しては、産総研だとか、理研のグループに、今いろんな意味で共同研究をやっていきましょうというので、研究をしていく体制を作っているところです。だからまあビッグサイエンスを AI でやっていくっていうのは、そういう意味ではデータを蓄えているグループ、あるいは AI の研究をしているグループっていうのがうまく共同していく時代になってきたんじゃないかというふうに思ってます。で、それで具体的な話を少ししますと、まあ、これはちょっと古い話になるんですが、2000年当時、これはまあ NIH のその当時の、ディレクターだった人のコメントなんですが、まあ、そういう遺伝子の解読とか生命科学というのは非常に進歩してきていると。だから10年経ったらいろんなことができるようになるでしょう、で新しい薬もどんどん出てくるでしょうという感じのことを言ってたわけですね。でこれはもう古くって2010年の話ですが、ニューヨークタイムズの方のコメントとしては、10年前に非常にこう期待は高まったんだけど、思ったほどいい話は出てきてないんじゃないかっていう議論なわけですよね。まあだからそういう意味では、もう少し、足らない部分があるんじゃないかっていうのが、まあ一つの話だと思うんです。で、まあ実際には非常に模式的に言うと、まあいろんな、病気を持っている患者さんのデータを、集めてくる。まあそういう意味では、遺伝子の情報も集まるし、プロテインのプロファイルも集まってくるし、それでかなりの部分分かってきてるっていうふうに思うんですが、なんか遺伝子の異常があったら何かの病気になるっていうのが非常に直接的だと思ってたんですが、実はそうではなくて、そういう遺伝子の異常から、プロテインのプロファイルのところまでの間の背後に非常に複雑な機構っていうのが関与してるというのが、まあ、基本的にはみんなそうだと思うんですが、非常に単純にこの遺伝子でこの病気っていう
話をしているうちはいいんですが、遺伝子がいろんな形で関与してきた病気っていうのは背後にもっと複雑な機構があるでしょうというわけですね。でこれはまあいつもまあここの人たちには釈迦に説法だと思うんですが、基本的にはそのある種の病気の背後にあるパスウェイというのがあって、でそれには非常に多くのプロテインの相互関係というのが関与している。だから、遺伝子の異常からそれをが現象として観察される、例えばプロテインのプロファイリングのような話の間には、非常に大きな背後にある 複雑な機構が関与しているわけですよね。でその関与を理解していかいくのが科学的な、鋭意っていうことになるわけですけど、そこをこううまく計算機と一緒にやっていけないかっていう話ですね。まあそういう意味では、今僕らが考えている図式っていうのは、いろんな、プロテインの、DNA の、シーケンスのいろんなデータが溜まってきます。あるいはそういうマイクロアレイデータが溜まってきます。でそういうデータをどんどん溜まってくるんですが、もう一方の方でこのデータを解釈するときに、人間っていうのは過去の論文を一生懸命読んだりするわけですよね。何が起こってるのかっていうのを理解しようとしてるわけですが、そういう意味では、一人の研究者ではなくて、膨大な研究者が、グループを作って、でそれがオープンアクセスのジャーナルをどんどん出していってるわけですよね。でそれをアクセスできるようになってきてるわけですね。でそれをもっと効率的にオーガナイズしてあげると、データと巨大な知識ですか、研究者コミュニティがコミュニティとして作ってきた、データの集積っていうのをやはり計算機の中に入れてあげて、人間がそれを、見ながらいろんな解釈を進めていく、あるいは、解釈する過程を、計算機が助けてくれるっていうのが、一つの理想形だろうと思います。で今、DARPA で去年の9月からですが、アメリカの、国防省のプロジェクトなんですが、ビッグメカニズムというのが始まっています。これはどちらかというと、NIH のプロジェクトではなくて DARPA ですから、基本的にはがんの研究に直接に興味があるわけではないんですが、がんの研究を、テーマとして取り上げて、そういう膨大なテキスト、オープンアクセスという話がありましたけど、これからそういう論文というのは、かなり自由に計算機で読めるようになってきて、それが使えるようになるわけですが、使えるだけだと今の情報爆発がそのまま研究者の方に入ってくるだけでどうしようもない。でそれをこううまく使ってあげましょうという、マシンリーディングっていうプロジェクトがこれまであったんですが、それを、バイオの方に適用していきましょう。で彼らが言ってるのは、現象の背後に非常に複雑な機構が働いてるっていうのは、必ずしもがんだけではなくて、AI の一般的な問題がそうでしょうと。観察さできるデータっていうのは、ある意味で現実世界のパーシャルな観測でしかないわけですよね。でその背後に観察の直接の対象にならないような、あるいは未知の現象っていうのが背後にあるわけですよね。だからデータだけで全てをやろうと思っても限界があるわけで、そこから対象を合理的に理解していくっていう科学的な鋭意とうまく結びつけないとダメで、そういうのはがんの研究だけでなくていろんなところにあるでしょうっていうので、DARPA が、こういうプロジェクトをサポートしてるんですね。で去年の9月から始まって、3年間のプロジェクトなんですが、毎年っていうか違う、3年間トータルで40億ちょっとぐらいの、プロジェクトになってるんですが、その中の一つに、いくつかのグループがあるんですが、ハーバードのメディカルスクールが入ってるグループだとか、 CMU の機械学習のグループだとか、いくつかのグループがあるんですが、我々が参加しているのは、シカゴ大学が中心になっていて、そこと、僕はマンチェスター大学といろいろ研究をしてきたんですが、マンチェスター大学のグループが、チームを組んで、研究をしているということになります。基本的に僕らがやりたいのは、データもたくさん溜まってきました。オープンアクセスとしての、テキストも非常にたくさん集まってきました。でデータとテキストで相互に付き合わせていくことで、
それの意味付けっていうのを計算機の中でやっていきましょう。でそこを人間が助けながら、データと論文を読み解いていくっていうことをやっていきましょう。まあどちらかというと僕の方はテキストを扱っている方なんで、テキストを処理していこうというタイプの研究なんですが、これメドラインの方の中に入っている論文の集積なんですが、昔は1年間に100万文献というふうに言ってたんですが、それどんどん増えてきていて、1年間に多分今だと200万件ぐらいの論文がどんどん出てきてるわけですよね。でそれはまあアブストラクトだけなんですが、今のオープンアクセスの議論になってくると、フルペーパーもみんな使えるようになるわけですよね。それから先ほどの製薬会社の話がありましたけど、製薬会社の中には発表されてないんだけどうまくいかなかった失敗レポートっていうのは山ほどあるわけですよね。でそれも本当は使っていかないと意味のある研究にはなんないわけですよね。だからそういう意味ではこれからその処理すべきテキストっていうのは膨大に増えてきていて、それをうまくスキムしてあげないと、その論文がバッと増えてくるばっかりで使えないという状態が起こるでしょうという話ですね。でそれで具体的なプロジェクトとしては何をやろうとしているかというと、こういう論文の中から、そういう、メカニスティックな現象って言ってるんですけど、あるプロテインとプロテインが結合するとか、プロテインがフォスポリレートされるとか指キネートされるとか、そういうプロテインに関するいろんなメカニスティックな情報っていうのが論文の中に山ほどあるわけですよね。でそれと同時にそういうメカニスティックなイベントがどういう相互関係にあるか、こういうメカニスティックな現象が起こったときに、こちらのメカニスティックな現象がサプレスされるのか、プロモートされるのかっていうような、情報も論文の中にあるわけですよね。でそれを、先ほどのパスウェイでこう見せましたけど、人間がキュレートしてるわけですよね。キュレートして大きなデータベースをああいうパスウェイデータベースとして作ってるわけですよね。でそれがパスウェイコモンズとしてどんどん蓄えられてきてるんですが、実際にのやってる人のそれはちょっと聞いてみないと分かんないんですが、直感から言うと多分有用な情報の 10% もキュレートされてないっていうんですか。でしかも比較的常識的なパスウェイはキュレートされてるんだけど、思ってもないようなメカニスティックな情報っていうのは論文の中に埋もれてるだけで、きちんとああいうパスウェイデータベースとしてはキュレートされてないっていうのがあるわけですよね。だからもちろん一つの立場としてはそれを僕らは興味は持ってるんですが、そちらの方向にも、キュレートしていく作業を加速化してあげるっていうので、我々の技術を使っていきましょうっていうのが一つですね。それからもう一つは、そういうメカニスティックな情報っていうのが一種の、仮説の、集合で、雑音も含んでるし、今考えてる特定の環境の中では関係してないかもしれないようなものもいっぱいあるんだけど、それをとりあえずテキストからみんな持ってきてあげましょう。でそれで膨大な、そういうネットワークの断片を作ってあげましょう。でそれと今特定の観察されているデータを突き合わせて、どの部分が関係しそうかのより小さな、今説明しようと思っているデータのに関係するような部分をうまく集めていきましょうとか、あるいはもう一歩進むと、そこからある種の仮説を立てて、これとこれとが実は一緒になってるからこういう、インタラクトしてるからこういう現象が出てくれるんじゃないかっていうような仮説を立てて、でそれを実際にロボットに、実験させてあげましょう。まあご存知だと思うんですけど、僕らの隣にいる、夏目さんっていう創薬の、グループが、そういう実験をするロボットっていうのを作ってるんですね。まあ、実際にはマンチェスターのグループが、ロボットサイエンティストっていう話を、まあ、ずっと以前に、サイエンティフィックアメリカンでしたっけに出して、イブだかアダムだとかっていうロボットを作って、その後ケンブリッジがフォローアップをしてイブだとかアダムだとかっていうロボットを作って、ロボットサイエンティストっていう議論をしたんですが、
まあ、基本的にはロボットサイエンティストの頭の部分を、我々の部分が作って、ある種の仮説をできるとか、あるいはここの部分のデータが取れるともっといいんだけどっていうのを、実験をまあしてくれると。まあ、データっていうのが、今いっぱいに溜まってるんですけど、本当に欲しいデータが実はないことが多いですね。抜けてるとか。だからそこの部分を、うまく、必要な時に必要に応じて取ってくるみたいなことができると、もうちょっとプロアクティブにデータ収集までできると、もっとこういう仮説と、データっていうのが、もっと早い時間に緊密に結びついていくだろうっていう、まあそういう議論をしています。細かいところを言っても仕方ないかもしれないですが、実際に我々の実験した結果ですと、先ほどの議論にもありましたけど、イギリスというのはオープンアクセス結構昔からかなりやかましく言ってるわけですね。だから BBSRC なんかの、でファンディング取ったプロジェクトに関しては全てオープンアクセスじゃないとダメですよと。だからオープンアクセスに、ジャーナルにまあ出しなさいとか、あるいはある種のシルバーでしたかゴールド、どっちがどっちか忘れましたけど、インスティテューショナルなアーカイブに出してもいいですよとか、まあ、そういう意味では全てこう読めるようにしましょうっていうふうになってるわけですが、まあ、それでも一桁まだ少ない量を、まあ、我々としては集めて、まあ、マンチェスターは EUPK、 違う、 EU パブメドセントラルっていうんですか、ヨーロッパユニオンの、まあ、EBI っていうケンブリッジにある、組織があって、それと、まあ、ブリティッシュライブラリーがやってたんですが、アメリカの、パブメドセントラルにとリンクするような形で、ヨーロッパの、パブメドセントラルを作りましょうっていうのをやっていて、でヨーロッパの方はどちらかというとフルペーパー、まあ、これからオープンアクセスになるんで、アブストラクトをいくらやっててもダメでしょういうので、フルペーパーを集めてやるっていうのをやってるんですね。だからフルペーパーを取ってきて、でそこから、実際にメカニスティックな、データを取るっていう実験をしました。でそうすると、これは、なんだっけ、8000ファクトぐらいがまあ出てくるっていうんですかね。だからものすごいたくさんのメカニスティックな、プロテイン間の関係っていうのは出てくるわけですね。まあ、それがどの程度パスウェイコモンズなんかにキュレートされてるかとか、そういう感じの話をこれから見ていくんですが、DARPA のプロジェクトとしては、そういうパスウェイコモンズの、パスウェイのデータベースがあって、でテキストからいろんなこうメカニスティックな情報を取ってきたときに、それがすでにパスウェイコモンズのところにキュレートされてるのかとか、あるいはキュレートされてる情報をさらにリインフォースするようなペーパーになってるのかとか、全く新しい、パスウェイコモンズには入ってないような、インタラクションなのかっていうのを、テキストから取ってきて、パスウェイコモンズの、パスウェイに対応づけるっていうのを、研究としては、ビッグメカニズムのプロジェクトとしてはやってるんですね。ですから、こういう、ある、まあ、文を取ってくると、こういう部分があると、この中で、ラスが、ラフにバインドするっていう情報がこの文を読むと取れると。でそういう取ったデータが、これが、テキストから抜いてくるっていうのは我々のテキストマイニングの技術なわけですね。だから論文を全て読んで、こういう文が一つでもあればそこからこういうことが言われてますよっていうのを取ってくるわけですね。でパスウェイコモンズの方にはこれとこれとが、バウンドして、コンプレックスなプロテインを作るっていうのはすでにパスウェイとしてキュレートされてるということがあれば、それは新たな情報ではなくて、パスウェイコモンズにすでに分かっている情報でしたと。でそれを、リインフォースするような論文でしたっていうので、まあ基本的にはこの情報にここをリンクしてあげて、これに関する情報を知りたいときには関係する論文のその部分を全て読めるようにできるわけですから、必ずしも
古い情報であっても、それをペーパーでエンリッチしてあげて、パスウェイコモンズのから、具体的な論文をどんどん読んでいくっていうことができるという意味ではいいわけですよね。で、それ以外に例えば、今の同じような文章なんですけど、その文章から今度はこういう、バインディングの関係も出てくる。ただそれは、パスウェイのパスウェイコモンズのパスウェイの中には入ってませんでしたという時には新しい情報が出てきましたというのを教えてあげましょうというわけです。あと何分でしたっけ、はいはいまあ、とか、まあ、そういう、各々の、取ってきた情報がすでにある、データの中のどういうところにどう関係しているかっていうのを、うまく見つけてきてあげて、でそれを、パスウェイコモンズのデータと、論文とのある特定の箇所とリンク付けていきましょう。だからパスウェイコモンズから論文が自由に見られるっていう状態になるわけですね。まあ、そういうのが一つですね。それからもう一つは実際に論文を読んでみると、いろんな意味でこう矛盾するような情報だとか、なんか前言ってることとちょっと違ってるような情報とか、そういっぱい出てくるわけですよね。だから僕らとしては今論文の中から、エピステミックな情報って言ってるんですけど、そういう報告されたやつからそれを確証したということを言ってるのか、それが否定されたということを言ってるのか、多分そういうことが起こってんじゃないかっていうのを言ってるのかっていうのを全て取ってきてあげて、抜いてきた情報に対してそれを振ってあげましょうというわけですね。そうすると何ができるかというと、ある特定の現象を取ってきたときにどれだけの論文が出てきていて、それが、肯定的に言ってる論文だとか、スペキュレーションとして言ってる論文だとか、否定的に言ってる論文っていうのが一覧として見られるっていうことができるんじゃないかというふうに思ってます。で、ただ今の言ったような話っていうのは、かなりの部分できるんですけど、各、バイオロジストの持ってる興味に応じて、どういう現象を引き抜きたいかとか、いうのはみんな変わっちゃうわけですよね。プロテインの種類も変わってしまうという、そういう意味では、ユーザーが非常に多様化していて、そういう、オープンアクセス の, そういうジャーナルがあったとしても、それに全ての人に役に立つようなシステムをパンと作るっていうのは非常に難しくって、ある特定の用途に合うようなシステムをできるだけ早く作れるようにしてあげましょう。そういう意味では、これディープリーディングの、マンチェスターのグループが作ってる、ワークフローなんですが、そのワークフローを、適当に変えてあげるっていうんですか、ここの部分は特別なユーザーに用に変えてあげればいいとか、これはパスウェイコモンズとこうつなぐための変換キーなんですけど、それが別のデータストラクチャーでパスウェイを作ってる部分があったとしたら、それ用の変換キーを作ってあげるとつなげることができる。だからそういう意味では用途に応じてどっかの部分を変えてあげると、全てこう一から作らなくてもいいと。だから特にメタボリックなパスウェイなんかやってる人からすると、ケミカルな、つまりプロテインじゃないような、ケミカルな、物質に関する情報もどんどん入れてこないとダメだっていうわけですよね。で、そういうやつっていうのはそれを認識するためのコンポーネントっていうのをまた入れてあげて、それで、このシステムを動かすとそういう情報も取れてくると、そういう感じのシステムを今作りつつあって、今実験してるところです。今の、マンチェスターのグループの仕事っていうのは、半年に1回、ビッグメカニズムのグループっていうのが1回集まって、いろんなこうデータで、自分たちの作っているシステムを、エバリエートしていくっていうことをやるんですが、少なくともこの1月 の,、ギャザリングの時には、我々のシステムはトップだったわけですね。いろんなグループがアメリカ作ってるんですが、一応トップのパフォーマンスを示すというような話になっています。それが大体 の, 今やろうとしている話なんですが、そういう意味では、ビッグサイエンスっていうんですか、マテリアルサイエンスも似たような問題を抱えているよう
なんですが、生命科学あるいは医療の分野でもこれからテキストっていうのはものすごく使えるようになってきて、オープンアクセスの情報が出てくるんで、それを使っていくっていうのが、まあ我々の一つの目的になってます。できるだけユーザーコミュニティと協力しながらいろんなことをやっていきたいと思ってますんで、もし興味がありましたら、我々の方に連絡していただければというふうに思ってます。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。